知ったか野郎が来たぞ。お前の笑わないフォーカス友達だよ。扱いに困ったから部屋で待たせてるぞ。わかった、ありがとう。サイレンス、私なしでも開けられる扉を見つけたか。扉があってよかったよ。お前の仲間と混ざらずに済むからな。そんなことよりゼニスをどう攻めるつもりか早く説明してもらおうか。説明？お前の方こそハデスの試験場でまた騙しただろう。私に殺されたいのか。そのために私を呼んだわけではあるまい。ああ今は助けがいる。いいが、これが最後のチャンスだ。もしまた今度裏切れば、どんな理由があったとしてもお前を殺す。分かったな。いいだろう。ゼニスの基地に侵入できなければ死ぬことには変わりないがな。アロイ、もう一人の客だ。そっちに行くってよ。ありがとう、ちょうどいい。実を言うと私も基地には入れないけど、彼女は入れる。よりによってこいつと手を組むとはな。サプライズは好きじゃないよね。それね、あなたの発明品は。自爆せずに使えるんだろうな。当然使える。設計上の欠陥を排除し出力も改善した。本当かしら。やってみせようか。二人ともやめろ。少なくとも今は仲間なんだ。エレンドと話してそれぞれ部屋を割り当ててもらえ、そのうち様子を見に行く。あら、どうぞお先に。みんなを制御室に集めてティルダにゼニスのことを説明してもらおう。あなたとはストライクで勝負したことなかったわよね。断る。コターロにやられるだけで十分だったのによ。私そんな強くないのよ。とか言いながら、よし、みんなを集めてティルダに説明してもらおう。そんな前にやっておくことはないか。よし、モジュールを入れたぞ。みんな、すぐに制御室に集合してくれ。私たちは救わねばならない。ベータ、ガイア、そして地球の生命。ゼニスは無敵のように見えるかもしれないが、それは違う。奴らの基地に侵入して倒す手はずも整った。ゼニスの協力者もいる。ティルダ、基地の説明を。ゼニスの基地は南西の島にある
古代の軍事施設の上に建てられているわ。私ならバレずにこの場所へ案内できる。一体どうやってだ。そのうちわかるわ。中に入ったら向かうはこの建物、発射台よ。ガイアとベータはその最上部にいる。その途中で激しい抵抗を受けることになるでしょう。特にジェラルドやエリック、その取り巻きからね。それに私がシールドを破れば対処できるはずだ。ただ装置を起動するためには運び役が欲しいな。誰か敵役はいるか。運び役か。俺に任せな。装置が使えたとしてもスペクタードローンが数十機いるわ。対抗できる軍団があった気がするが。もう手は打ってやる。そのうち分かるさ。それじゃあ突入前にまた集まろう。合流場所はどうする。島の向かいにある海岸ね。そこから私が案内する。よし、合流地点に着いたら連絡する。そこで落ち合おう。それまでにできる限り準備をしておいてくれ。頼んだぞ。お前たち、いいか。ティルダのおかげでベータと話せて重要なことを聞いたんだ。基地の中に装置がある。レギュレーターという装置だ。ここに侵入したら二人は別行動をしてこれを破壊してくれ。爆弾で吹っ飛ばすんだ。それでドローンを食い止める。すべてこれにかかってる。いいな。その後アルバにはゼニスのネットワークに侵入してほしい。どうやって。ベータが残していったデータを調べるんだ。ベータはその方法を知っていたはず。分かった。でもなんで、あ、何を探したらいいの。ゼニスの情報を探り出すんだ。ティルダが隠していることをな。サイレンスの言う通り、完全には信用できない。分かった、やってみる。アルバを守ってくれ、頼む。命にかけて。よし、ベータとガイアを取り戻しに行くぞ。その前にみんなと話しておくか。満足してるみたいだな。何か用があるのか。驚いた。まさかゼニスを引き入れるとはな。どうやったんだ。それよりも武器の準備はできたんだろう。改良の余地は常にある。お前の目的は分かっている。私の仕事について知りたいのだろう。さあ聞くがいい。珍しく協力的じゃないか。お前がコンクラベを仕掛けてきたからな。そして今回お前は一定の成功を収めた。たまには折れてやっても構わない。お前の壮大な計画、ここ数ヶ月裏で糸を引いていたことを整理するとこういうことか。お前はハデスを尋問した時にゼニスを知った。そこでテナークスとあの武器を使いゼニスを倒す作戦を計画。そしてテナークスを焚きつけるため
ネガーラの逆賊がプロメテウスの民からオーバーライド技術を得るよう仕向けた。頭の整理は結構だが、本題はまだなのか。お前は私が導きの塔で座標を見つけるずっと前から計画を練っていた。なぜ私に教えなかった？ゼニスが地球に来ると知ったこと、それが全ての始まりだ。ゼニスの基地を叩くにはテナークスの軍団が欠かせないことは分かっていた。多大な犠牲を払うことも、そして必要な犠牲であってもお前がそれを許さぬこともな。よってお前の干渉を未然に防ぐ計画を実行した。ハデスの試験場で。なぜプロメテウスの民を作った？オーバーライドを作るのにオセラムは必要なかったはずだ。私には保険が必要だった。ハデスとエクリプスの件で直接関与するリスクを学んだのでな。プロメテウスの民を返すことで身を明かさずに計画を実行することができた。お前は試験場で私をゼニスに引き渡そうとしたな。危うく死にかけた。ゼニスであればお前に価値を見出すだろうと私は考えたのだ。そうすればお前を生かしながら計画の邪魔は防げるとな。エリザベトのクローンを連れてることは本当に知らなかったと？そうだ。そのような可能性を予測する根拠は持っていなかった。根拠だと？結果的にこうなったからいいものを。武器について教えろ。この仕組みは？起動システムを改善し、その効果範囲を劇的に拡大することができた。質問の答えになっていないぞ。ああ、仕組みを明かすほど私は愚かではない。お前の方もゼニスのドローンの対抗策を隠しているだろう。つまり状況次第ではお前も情報を明かさないわけだ。武器が有効なのは保証する。だがその詳細については誰かに話す義理はない。なぜレガーラに手を貸したんだ？軍団がいるならヘカーロに頼めばいいだろう。レガーラが反逆するまでヘカーロは機械との戦いとカージャとの和平のことしか頭になかった。話ができたとして理解できぬ脅威に対し軍を派遣するなどありえんな。それなら血に飢えた追放者を使えばいいと。ああ、そうだ。言うまでもないだろう。レガーラが求めるのは戦いのみ。テナクスに牙向く者なら相手を選ばん。疑いなく部族を戦いに引き込むレガーラこそ私が望みし者。この西部でクエンの者たちと遭遇した。海の向こうの部族だな。それで？フォーカスによる発見が国の礎となっている部族で、その一人のアルバが仲間になった。クエンに興味はないのか？ないな。彼らは古の偉大な技術を紐解いておきながら、それをどうしたか知っているだろう。掘り出した知識を神秘主義や禁忌で覆い隠し、まやかしに満ちた信仰を作り出している。ああ、でもだからこそテーベを見つけた。見つけたのか？私が出会ったクエンの話だけど、遠征隊と協力してテーベの中を調べたら、その奥でファローを見つけた。オメガ資格が必要だったのか。それで奴の状態は？ひどい有様だった。人類の英知を葬り去った張本人なのだ。何があったにせよ同情の余地はないな。お前ならきっと奴を容器に詰めてその脳を覗くんだろ。ハデスにしたように。そうだろうな。よし、サイレンス、話はもう十分だ。出番が来たら教える。あと、ここにいる間はティルダを刺激するなよ。揉め事はごめんだからな。いや、あのゼニスのお仲間だがな、相手が何者なのか当然分かっているのだろうな。多くの厄災をくぐり抜け千年も生きた女だ。いいか、今は目的が同じでもやがて道を違える時はやってくる。ああ、分かってる。誰かさんがそうだったしな。生き残ってこそ大いなる目的を達成できるのだ。いい加減それくらい理解しろ。お前は何か知っているのか？
あの女に関して言えば、直感でそう感じるとしか言えんな。感じるだと？ようやく感情を得たのか。あ、ずいぶん変わったな、サイレンス。後で装備の手入れをするが、お前の分もやっとくか。だよな。気にすんな。不安か？これっぽっちも不安がないって言ったら嘘になるかな。うまくいくさ、みんなが役目を果たせばな。だよね。どうした？思ったんだけど、本当にレガーラみたいな人を中に入れて平気かな。なんか怒ってるみたいだし、人の寝込みを襲って殺しそうな感じがするっていうか。大丈夫、その怒りは別の相手にぶつけさせる。ゼニスにな。ならいいんだけど。気になるデータはあったか？山ほどね。全部に目を通すにはきっと何年もかかると思う。特にオデッセイに関するデータが興味深い。始祖たちが月に行ったことは知っていたし、きっと定住した人もいるんだろうって思ってた。でもシリウスはもっと遠くにあるでしょ。海を越えた私たちの冒険なんて比べ物にならないよね。宇宙の旅に必要な計算を考えるだけで頭がクラクラしてきちゃう。だとしてもこういうことに関してクエンはかなり理解してる方だろ。ノラでも、星は女神が夜空を照らすために灯した火だって思い込んでる奴らは大勢いるけどな。ゼニスの一員のティルダにはもう会ったんだろ？彼女のところに行っていろいろと遺産の内容について質問しようかとは思ってた。イニシエのものと話せるなんて他の預言者が羨むことなのに。でもいざ来てみたらなんとなく話すのが怖い気もするんだよね。真実を知るのが怖いのか、それとも彼女自身が怖いのかよくわからないんだけど、その両方かも。リヴァイアさんのデータには目を通したのか？全部の解析は済んでないの。でもシステムを起動して洪水を制御することはできると思う。それとこれまで学んだ始祖の情報についても考えてみたんだ。監察官は彼らを聖人のように語っていたけど、ファロは聖人からは程遠かったでしょ。彼の強欲が機械による破滅を招き、しかも古のものの知識を破壊した。自尊心を守るためだけに。だからアイリーンが何百人もの死をもみ消したって事実を知って、みんな同類だって思った。勝手で傲慢で残酷。でもこれってすっごく複雑。真実は白か黒かのように単純ではなくて、その両方、白と黒があちこちで交わり合ってる。はあ、そういう視点がクエンにもあればいいのに。自分の都合よく真実を歪めるんじゃなくてね。防廃には難しそうだな。うん、観察評議会の人たちもね。アイリーンは言ってた、嘘を信じる方が簡単だから。でも抗う価値はある。少なくとも私は真実から目を背けない。全てあなたのおかげ、アーロイ。そろそろ行くよ。それじゃあ合流地点でね。真実を手に入れて勝とう。アーロイ、こちらはいつでも合流地点に出発できる。相手はゼニスだ、甘くはないだろう。それは承知の上。少なくとも今のあなたは一人じゃない。ありがとう。新しく来た友達とは話したか？サイレンスに話しかけてみたけれど、彼が言うにはそのおしゃべりには興味がないって。ずれないやつだな。ここにいるみんながこうして団結してる。
バールがいなければありえなかったことだ。そのあなたとバールがジェミニに向かう前のことなんだけど、作戦のことが心配でどうしても寝つけないことがあって、きっとバールも同じだった。それで彼がガイアに会いに行こうって、そしてあなたたちがゼニスの施設で見つけた地球のホログラムを見たの。そこで二人ただそれを眺め、自分がいかに狭い世界に生きていたかを実感できたわ。この星は命に満ち溢れてるんだって。すると抱えていた恐怖が消えた。彼が恋しい。あ、ゼニスの新入りについてどう思う？まるで死んでいるかのように無機質な感じがする。あらゆる命を拒絶する、冷たい機械か何かみたいね。確かに変わってはいるな。もう行くよ。出発するときはまた連絡する。行く前に一つ頼みたいことがあるの。なんだ？あなたは私にフォーカスを与え、ウタルにいては気づけなかったことを教えてくれた。もし私が死んだら、あなたの手で私の種を埋めてほしい。この子の分も。そう。だからあなたは生き延びて。みんなで生きて帰ってくるんだ。いいな。アロイ、浜辺で落ち合うんじゃなかったのか？ああ、その前に話をしようと思ってな。いよいよ決戦だ。まさか別の星からやってきた不老不死の連中と戦うとはな。終わった後の酒が楽しみだぜ。そういや前にテナークスの逆賊とオセラムがどうとか言ってたが、結局何だったんだ？もし話す気があるなら話してみろよ。バールの言った通りだったよ。お前が必要だって。そうか。そういやバール、妹がいたんだって。あの作戦の数日前にそのことを聞いてな。俺は自分がまたヘマするんじゃないかって心配だった。でバールと一緒に飲んだんだ。一杯だけな。話をした、いろいろと。バーラ、エルサ、喪失感と復讐、お前のことも。一緒に飲む約束まだ果たせてなかったな。それにエルサが凶王ジランから逃れた話もまだ聞いてない。まあ世界を救うのに忙しかったからな。なんなら今から飲むか、お前がよければな。新しく来た二人は問題起こしてないか？今はな。ところでコタロが言ってたぜ、お前空飛んだって。俺がここで勉強してる間に外で楽しんでたのかよ。大丈夫、お前もすぐに暴れられるさ、ゼニスとな。そりゃ楽しみだ。ティルダとは話をしてみたか？したけど、あの氷の壁は溶かせそうにね。本当に仲間か？だと思う。まあ、多分な。今から約束してた酒を一緒に飲まないか？お？ああ、それはもちろん。いいぜ。それでエルサはどうやって凶王ジランの宮殿から逃げたんだ？
まず姉貴は太陽の広場を生き延びた。当時カージャはあそこに囚人を投げ入れていたんだ。何のためって？生贄として機械と戦わせ殺すためだ。そうすることでイカれちまった機械を沈めようってわけさ。でエルサの時はでっかい機械を投入してきやがった。見せしめとしてな。でも生き延びた。全部倒しちまったよ。おまけにジランのハヤブサまで一緒にな。それを見た教皇がその腕に感心してな、召使いとして置いとくのも面白いと思ったらしい。奴にすりゃ余興の一環さ。そしてアバードと出会って彼が脱出を助けたのか。そうだ。だがどうやってエルサを脱出させたかはカージャの記録をいくら漁ったって出てきやしないぜ。アバードはエルサを変装させるのが一番だと考えて、香水やらベールなんかを用意してあのエルサをカージャの貴族の女に変身させちまったってわけさ。エルサはきっと嫌がっただろうな。そうよ。カージャの化粧を施されるくらいならたとえ素手だとしても戦った方がマシだって言ったろうな。だがそれしかないとアバードに説得され、条件付きでしぶしぶ同意したんだ。アバードも同じ格好しろってな。アバードを女に変装させたのか。香水やおしろいをたっぷり使ってな。王の格好より似合ってたってエルサは言ってたぜ。それはかなり面白い光景だっただろうな。見事にうまくいったらしいぜ。宮殿から脱出できただけじゃなく、エルサを国境まで運んだ商人たちさえ気づかなかったんだとよ。確かに酒の席にぴったりの話だな。ほんと傑作だろ。そろそろ行かないとな。合流地点で待ってるぜ。ハンマー片手にな。頼りにしているよ。アーロン、さすがね、アーロイ。驚いたわ。予想を覆し、サイレンスと彼の武器を手に入れるなんて。あなたは本当にリズの強さを体現している。お前の家で話したことを考えてた。エリザベトの友人と言ってたが、友人以上だろ。あなた鋭いの。ええ、しばらくの間付き合ってたわ。それでどうなったんだ。私は孤児でいつも一人だったわ。このまま一生孤独に生きていくのかと思い始めてた時にリズと出会った。カンファレンスで顔を合わせるうちにコーヒーを飲んだりお酒を飲むようになって、最初は仕事目的でアイデアを交換してた。でもそのうち彼女に会うのはどんどん楽しみになってね。すぐお互い会うためだけに飛行機に乗るようになったの。初めて孤独じゃないって思えた。新しい未来を思い描けたの。リズも最初は同じだったと思う。彼女は母を亡くしたばかりで、その穴を埋めたのが私だった。でも私とは裏腹に彼女の気持ちは次第に冷めていって、それで終わりにしたの。私を助けてエリザベトの夢を叶えることで罪滅ぼしをしたい。リズを助けずに地球を脱出したことを後悔したわ。だからあなたを知り、リズに勝るとも劣らない強さをもってして道を切り開く姿を見たとき、リズのためにも助けようと思ったの。
自分は他のゼニスとは違う。そう言ってた。ならなぜ計画に協力した？必要なことだったからよ。やりたくなくても生き残るためには仕方のないことだった。地球が荒廃し、シリウスのコロニーも破壊されてしまっては、そうするしかなかった。でも常に彼らの一歩先を行くことで償いの機会を手に入れようとしていたの。ベータとのデータチャンネル、それに基地への侵入口も作って、いつでもあなたを救えるように準備していた。なぜ仮想空間を自分の家に似せた？あの家は嵐からの避難場所として作ったのよ。所有者であるこの私と芸術作品を守るために。あそこにあるものは全て貴重な文化遺産よ。あれこそ人類が生み出した最大の功績だわ。それをベータに見せたかったのか？そうよ。彼女は無機質な環境で育った。フェルメールやレンブラントの作品に触れることで何か得られるものがあるだろうと思ったの。彼女に叩き込まれた科学技術のデータと同じくらい貴重な体験になるって。連絡を絶ったのは残念だけど、あの家に招いたことは後悔してない。安心できる場所が必要だったでしょうし。なぜエリザベトと疎遠に？そのことは千年間考えた。彼女は賢く理想家で、本気で人類のことを考え世界を変えようとしていた。でも同時にあらゆる人間と一定の距離を取り、重荷を一人で背負っていたの。結局彼女は自分の真の部分は決して他人に見せず、誰にとっても遠い存在だった。お前とエリザベトの会話ログを見つけた。試験場でな。ゼニスがガイアを盗もうとした後のものだ。そう、あの電話は思い出したくもない。彼女は電話の後何か言ってた。お前とああなったことを後悔してたみたいだ。本当に？知らなかった。教えてくれてありがとう。ずっと悔やんでいたの、あれが最後の会話になったこと。だってあれは私個人ではなく、ファーゼニスの一員としての会話だったから。ゼニスの基地には他に何があるんだ？前にも説明したけど、目的地はコマンドセンターよ。ガイアとベータはそこにいるはず。基地にはプリント施設もあり、彼らはそこに収集した資源を蓄えているの。資源？基地のインフラに使ったり、スペクタードローンの小さな軍団を作るためのものよ。外にいた時にシャトルが島から飛んでいくのを見た。宇宙に向けて。軌道上の私たちの船に資材を運んでいたんでしょう。数百年もの間デジタルな娯楽に身を浸していたことで、船は航行が危ぶまれるほど劣化していたの。災害はいつでも起こりうると身をもって学んだわ。サイレンスの武器の仕組みは分かったか？いいえ、彼が私を近づけないようにしてるから。正直鬱陶しいけれど、あの武器の仕組みがどうであれ、あれでシールドを無効化できるのは確かだと思うわ。基地には何人いるんだ？10人、エリックとジェラルドも入れてね。コロニーが崩壊した時に脱出できたのはわずかだ。エリックという男、あいつは昔から血に飢えたやつだったのか？だんだんひどくなっていったの。地球では民間軍事会社を設立し利益を上げてた。人殺しの斡旋会社よ。戦争の自動化により政府も人間の戦闘員の使用を中止する中で、彼は人の手による仕事を求む顧客を取り込んだの。時には彼自身が標的を追跡して殺していたっていう噂もある。ただスリルを味わうためにね。でもシリウスではもっぱら仮想現実に浸っていて、
そこで暴れ回って欲望を発散していたみたいよ。満足度はいくらか低かったかもしれないけれど、アルヴァの部族はあいつを偉大な人物として崇めている。実際に彼に会ったら失望するでしょうね。エリックは崇められて喜ぶでしょうけど。ジェラルドについて教えてくれ。彼は世界最大の金融複合企業のトップで、世界のほとんどの大企業と取引をしていたわ。最も裕福な人間の一人で、もちろんゼニスの中でもそうだった。金がたくさんあると何ができるんだ？力や影響力が手に入る。彼は自分が洗練された上流階級の人間で、自分に操れないものはないって本気で信じていたわ。そして心の内には冷酷で狡猾な顔が潜んでいる。ベータを育てるのにデジタル教育者以外の接触が許されなかったのは、ジェラルドがそう決めたからよ。私たちは彼女の支援者のはずなのにね。奴らは私たちが必ず倒す。敗北を悟った時の彼の表情を見るの今から楽しみにしてるわ。ラスベガスの遺跡に行った時、スタンリー・チェンという男のデータを見つけた。彼もゼニスだろう。スタンリーは楽観主義者でね、いい人だったわ。コロニーを設立した時、彼が仮想空間でラスベガスを再現してみせた。光やショーやギャンブル、全て完璧に再現されていてね。他のみんなが自分だけの空想世界に閉じこもる中、彼は誰でも招き入れていたわ。言い方からして地球に戻ってこられなかったのか。残念ながら亡くなった。コロニー崩壊の時に、自分の愛した町がまだ残っているって彼が知ったら喜ぶわ。ベータがイニシエの研究所に隠れていた時、バベーナというゼニスがそこにいた。何者だ？明るい星座のど真ん中で霞む六等星のような人。ファーゼニスに所属する他のメンバーは商売や技術開発によって財を築いた者が多かったけど、バベーナは親がお金持ちだったの。父親がホロツーリズム産業で得た巨万の富を彼女が相続したのよ。24の時に自らをライフデザイナーと称して、世界中で羨望の的となったわ。要するに人の決断に影響を与えるような存在ね。つまりカルトか？そうとも言えるわ。まあここまで生き延びたのなら大したものだな。バベーナの武器は独特の冷酷さだった。生き延びることに関してはネズミにも引けを取らない。それじゃあまだ遭遇していないゼニスの連中はどんな感じだ？地球で最も裕福だった人や産業界の巨人。どうせみんなわがままで冷酷な奴らなんだろう。そんなことないわ。気が合う人たちもいた。アニカなんかはいつ会っても陽気な人でね。ホロネット最大のダンスチャンネルの設立者で、彼女自身も素晴らしいダンサーだった。それからソンジャオと細胞生物学について話すのもいつも楽しみにしていたのよ。この不死の実現にも彼女が貢献しているわ。デビン・ミラーみたいな人ももちろんいたけど、彼はファストフードプリント会社の CEO ね。あの人はゴルフの素振りとホログラムの自撮りにずっと明け暮れていたわ。みんな多くの偉業を成し遂げられたというのに、時間はあったから。それじゃあまた連絡するよ。私はここにいる。それとチャンスをくれてありがとう。もがき続ける人生の中で幾度となく全てを失ってきたわ。でも未来に目を向けると、リズがずっと夢に見ていた新しい世界が思い描けるの。実現させなくては。させるわ。そのためならどんな障害も乗り越えてみせる。
ゼニスのシールドを破るにはサイレンスの武器を無傷で持っていく必要があるの。逆賊は簡単には諦めんだろう。会うのは樹海での戦い以来だな。どうしてだ。お前が天の翼で空を駆け、レガーラの軍団に電撃を浴びせたのを見た。あれには俺も刺激を受けた。そうか、ありがとう。俺こそ礼を言うべきだ。とにかく結末がどうなろうともお前についていく。お前が仲間でよかったよ。ああ、あとそれからそろそろトレマータスクの場所に戻って新しい腕を試したい。作戦開始前にな。ああ、向こうに着いたら連絡するよ。助かる。なあ、レガーラがいることは気に入らないかもしれないが、ゼニスと戦う時の戦力になるはずだ。正直情けが過ぎるな。とはいえお前の決断は尊重する。ありがとう、コタロ。侵入に気づかれれば戦いは避けられないだろう。身につけた技を生かすんだ。ああ、無論そのつもりだ。この世界のために多くの古の兵たちが死んだ。彼らのためにも勝たねば。だが軍隊さえ持たぬ俺たちでどうやってゼニスの守りを打ち砕くつもりなんだ。任せてくれ。お前は戦う準備を。分かった、お前の言うことを信じよう。ティルダに会ったか。あの女はどこか。普通とは違う。剣で貫いて血が一滴も出なくとも驚きはしないな。正直私も驚かないな。みんなお前の腕に興味津々だろうな。あのクエンの女は特にそうだな。仕組みを解析したくてうずうずしているようだ。作成に使ったデータを渡しておいた。それで少しはおとなしくなるといいんだがな。どうだろうな。天の翼という言葉をよく聞くが、一体何なんだ。写し絵に記されているんだ。天が翼を持った機械に乗り、そして戦場へと舞い降りる姿がな。テナークスではそれを持つことは究極の武勇の証とされているが、カルラットの挑戦者は闘技場に飛び降りるんだ。お前はそれをやってのけた。まさに天の偉業と同じように民に語り継がれる。それで実際どう感じた。正直言って気分はいい。ああ、そうだろうな。それじゃまた後で。ああ、それではな。新しい腕をつけたのか。ああ、未だに妙な気分だ。ないことに慣れてたからな。とはいえゼニスの基地を攻撃するときにはこいつが必要だ。あの扉に動力が通ったみたいだ。でも故障してるな。ここはどうも気に食わない。砂もなく風も吹かない冷たい鉄の海。そういうわけじゃない。
それとこの拠点には確かにまだ慣れないだろう。だが安全な場所だ。私に言わせれば檻だがな。自分の意思で来たんだろう。約束を果たしに来たまで今はこの檻でおとなしく待っているよ。時が来たら教えろ。西部に来てからずっとお前たち逆賊と戦ってきた。どうして私を狙う？敵と共にいた。ただそれだけのこと。どうして反乱なんか？ドラク、ジョロッカ、メカーロ、カージャが砂漠に攻め込み民を蹂躙したとき、最初に私の兄弟の分隊が迎え撃ったが、カージャに捕らえられ、三人とも見せしめとして生きたまま焼かれたのだ。駆けつけたが、彼らの悲鳴を耳にする羽目になった。復讐のためか。復讐？いや、望んだのは破滅。カージャの都市を破壊し、血の海に変えること。一人たりとも逃さず、舞い上がる奴らの威廃で空を覆い尽くしてやろうと思った。だが族長は私と、テナークスを裏切った。どう裏切られたというんだ。ヘカーロは赤の動乱への抵抗を呼びかけたが、我らはただ守るだけではなく敵を狩った。そしてカージャは機械に怯える子供のように国境まで逃げていったのだ。我らは敵の要塞を破壊した。領土さえも奪えたというのに、追撃することなくあろうことか退くよう命じられた。勝利を目前に撤退する兵士がどこにいる。民の平和を望んだからだろう。平和など争いの切れ間にあるものに過ぎ。だがヘカーロには考えがあるのだと信じ、あの薄汚いカージャのクズを迎え入れてもなお仕えたのだ。ファシャーブか。階段での奴の死に様は痛快だった。初めて捕らえた時に殺すべきだったが、ヘカーロはなんと奴を勇士に任命した。ファシャーブから勇士になった経緯は聞いた。皆と同じように勝ち取ったと。卑しき流れ者だ。我らの鎧を着て入れ墨を刻むなど、まさに屈辱。そうこうしてるうちにカージャの使者がよこされた。あの時に私はヘカールを殺し、裏切り者の死体を三王国の門前に突きつけねばと確信したのだ。カージャの使者が来訪した時何があったんだ。祭司が王の言葉を震えながら伝えた。争いは二度とないと。突如カージャは手のひらを返したのだ。会談にて和平交渉を行うと言ってな。真のテナークスは停戦などに応じぬ。奴らは殺される運命だが、ヘカールは申し出を受け入れた。おとなしく従うなど、まさにカージャかぶれの裏切り者だから私は挑んだのだ。で負けた。私への慈悲は奴が弱き者である証。私はヘカーロをひざまずかせるまで決して諦めぬと誓った。そうして兵士と機械の軍団を従えて私は戻ったのだ。お前に邪魔されると知らずに。取引したな。オーバーライドと引き換えにゼニスを攻撃するとサイレンスが近づいたのか。奴は無に等しい存在。私はただオセラム族のプロメテウスの民と取引したまでだ。相手が何者か何も知らずに手を組んでいたというのか。奴らは流れ者の集団だぞ。罠であれば殺していたさ。だが連中はカージャを滅ぼす機会を私に提供した。
攻撃を仕掛けられた時の敵の絶望の眼差し、お前ならわかるだろう。お前も感じたはずだ。一緒にするな。取引がうまくいったらどうするつもりだった？私がヘカーロを殺していれば、ゼニスとやらをテナークスが打ち果たしていただろう。だがお前のせいで我が民は敵と手を組み続ける。軟弱な部族とな。私のおかげで何百人ものテナークスが命を投げ出さずに済むんだ。本当に力を貸してくれるのか？お前を裏切る理由はない。そうか。ヘカーロを殺せず、お前も仕留め損ねた。もう誰も私に従わん。未だ壁の裏に隠れるカージャさえどうすることもできない。後に残ったのは死んだ仲間の断末魔と消えない怒りのみ。私が求めるのは死に場所だ。分かった。じきに決戦の時を迎える。邪魔立てされてからというもの、ずっとお前を太陽の下で殺したいと思っていた。だが戦で死ぬのならば、天の翼で駆けし者と共に死ぬのも悪くない。時が来たら知らせるよ。